はい、どうも。ゴスケです。いや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 、届いたんすよ。ね、この3種で販売しようと思います。あのね、今まで木製のものはありましたよね。で、金属のものは僕は見たことがなかったんですけども、何がいいって、汚れに強い。シンナーで拭こうが何しようが油が抜けたりなんだり傷まない。染料がついちゃっても、ね、シンナーで拭けばいいと。金属ですからね。で、何がいいって、まあ、作ってくれる職人さんがいいんですけど、超高精度。すごくいい感じです。でね、今テストをしてるんですけど、まあ、この3つはもう確定です。丸溝と角溝と細いやつ。細い内あるとか、穴のところとか、結構使いたいんですよ。で、この丸溝のものっていうのは今までもありましたよね。で、もうこの角溝、これもね、とても使い勝手がいいんですよ。角溝のタイプ、丸溝のタイプ、細いの。で、この並び順とかね、この、幅とかね。これね、結構わがまま言ったのをね、バシッと聞いて仕上げてくれました。もう最高です。で、これはね、これね、今テスト中。これはステン。だから錆びないしね。とてもいい。ただ、ここ、軸の部分やっぱ細いんで、リューターごとドンと下に落とさないようにしてくださいね。曲げちゃうと良くないので。まあ、硬いもんですけども、落とすのは良くないです。で、今はね、これ、真鍮製のものもね、テストしてるんですけど、金属が違うと、温まり方が違うじゃないですか。熱の入り方がね。結構ね、これ、高回転、回転数高めで使うんですけど、で、こう、結構いい感じに熱も入るんですよね。で、金属だから熱にも強い。で、この金属の特性が、によって、どう違うかなっていうのを今、テストしてるんですけども、これは真鍮製。で、売り出し確定なのは、この、これね、ステンで、今もね、磨きながらニヤニヤしてたんですけど、例えばここね、まあまあこの辺のもやってたんですけど、いけね、動画撮ろうと思って突然と思い出したんですけど、ここザクンとこう抜き型で裁断しただけね。で、裏とんがってますよね。減り落としも何もしてないです。まあ、減り落としぐらいはもちろんするんですけど、角溝ね。角溝タイプって、要は、裁断する、裏だけ取る、ここの面は、こう、特に丸くしない。それか、貼り合わせる、面を整える、減り落としする。で、特にここ、丸くしなくてもいい。特に分厚いやつだとね、丸くするのも大変だし、こう、パシッとこう、面で磨きたいっていう方もいますよね。でね、割と回転数高めで、熱が入るようにね、ゆっくり動かしてます、僕は。見えるかな？で、この押し付ける強さとか、今までこういうのを使ったことがある方いると思うんですけど、かなりね、木とは感覚が違う。でも、木に慣れてる方は、これに慣れてる方は木がまた感覚が違うと思うんですけど、もうね、にんまりですよ、この、角溝平溝角溝って言ってたね、俺。平溝か。平溝でもいいよね。でね、ドンピシャならいいんだけど、これちょっと逃げ角がついてるんで、例えばここだと、ここだとちょっとオーバーかな。ちょっと広いんで、こっち側に、こう、ここの溝の中の角を使ってね、この角をパシッとシャープに出すこともできるんですよ。これがね、お気に入りポイント。で、ある程度だったら、こう、ちょっと斜めにこう、かわしてやると、このこっちの角、角っちょとこっちの角っちょ両方一緒にビシッと
決まるよね。縁捻を入れて仕上げるのもいいんだけど、もちろんね、その仕上がりも好きだけど、こういうなんていうのかな、角がパシッと出た仕上がりも良くないですか。こういうのもいいよね、できれば。アイテムによってこういう仕上げっていう、でここの面も平らにバシッと磨きたいっていうのは、これいいんじゃないかなと思うんですよ。いいっすよね。これ本当熱が入るんでカチッとした感じになります。もう触ると結構あったかいですもんね。でこの丸溝はね、もう今まで使ったことも人もあるでしょう。で特にね、こういう薄いものとかね、これも特に磨いてないですね。ヘリ落としをして、まあ、薄ければなんていうのかな、薄いといってもこれ結構あるけど、この面に、なんていうかな、厚みに対してこう大きくヘリ落としを落とすと自然ともうこういう形になってますよね。分厚いものはね、丸くするので結構削るんですけど、だから平溝が結構武器になると思うんですよ。まあこういうものでもね、パシッと面を出したいんだったらこの平溝がいいかな、角溝がいいかな、どっちにしようかね。でもこういったものはこの丸い溝がいいよね。で僕はね、割とこの先端の方をね、細い溝にしてこうシャーッと軽い力でやるのが好みなんで、並び順も先を細い溝で根元を太い溝にしてもらっています。表面がね結構滑らかに仕上がってるんで、摩擦自体が多くないんですよ、少ないんですよ。なのでこうなんていうのかな、じっくり磨けるのかな。この感覚はね、なかなか味わった人がじゃないとわからん感じかなと思うんです。で熱に強いんで、で摩擦熱も結構じっとこうゆっくり動かしてると上がるんで、ワックスね、コバワックスとかのロウをね、染み込ませるのにも使えたりしますね。丸溝もいいよね。これお気に入りでございますよ。まあね、こういうのハンプも使ってますけど、場所によってこっちがいいあっちがいいってあるんで、お好みによってね。でこれはね、こういう割と小さい角でも結構奥の方まで行けますね。奥の方まで攻めることができる。こう、そうなんだよな、お見せできないんだよな。今試作を作ってるメーカーさんのお仕事のやつも、こういう穴の中をこうガーッと磨いたりするのにいいかなと。でこれはね、溝が2つしかないんだけど、要はここもね、微妙に角があるんですよ。なのでこうさっき言った角をパシッと行きたいような感じの時はここの角を使えるし、丸い場合はね、こっち側はRをつけてあるんで、こういうふうにこう傾けながら使ってもらえればまんべんなくいけると思います。はい、てな感じで、下の方の、概要欄に書いてある、うちのカートショップで、お求めいただけたらなと思います。今ねこれ動画撮りながらまだこれから発注するんですけどね、これもう試作の最終段階で、これバッチリじゃん、これでいこうって今ワクワクしてるところでございます。でこれをどうしようかなっていうね、真鍮も悪くねえんだよなって、これ溝の数を減らして加工工賃と材料の工賃で多少お安くできるんだったら、そういうバージョンも作っていいのかなと思ったりもしております。真鍮の方がね、これに比べるや柔らかいよね。まあ銅とかよりは全然硬いんだけど、そうなんです。いいよね、結構ワクワクするよね。皆さんにちょっとね、この感動というかワクワクをお分けしたいなと思っております。てな感じで今日は新商品の
紹介でございました。じゃあね。